今ね、そうですね、あのね、金曜日にまとまった雨が降りそうなんですけど、日曜は今のところめっちゃ晴れなんで、これやったら量で行きます。なるほど。まあ、ただ、まあね、天気予報変わる可能性ありますけど、とりあえず今の,今の天気予報のままやったら量で行きますわ、ね、かりました。はい。では、行きましょう。お願いします。はい、オールカーマーですね。島の2200メートルの G2 ですね。はい、そうですね。まあ、やはりその G1 バが2頭出てきてるのか。うん、ジェラルティーな。と、まあ、タイトルホーだ。まあ、ウィーマリニも G1 バやな。まあ、3頭いるのか、G1 バ、ねはい、で まあそうですねタイトルホルダーはね、やっぱその前奏、天皇賞で、まあ、競争中心になってしまいましたけど、まあまあ、それが大事に至らなかったっていうのは、本当に不幸中の幸いなっていうふうに思いますよね。うん、で、ただね、やっぱね、その故障明けっていうのがあって、私は攻め馬はだいぶ緩いなと思います。やっぱ時計、時計出てるっていうのがほんまあんまないし、まあまあ、もちろん入念に乗り込んできてるやと思いますけどますね、これ。うんうん やっぱこれがやっぱどうなのかっていうのはやっぱポイントやと思いますね。そうですねあの、まだま、まだ目いっぱいには仕上げていませんがっていうコメントは、かりまね、やはりこれはねいや、やっぱ仕上げるの怖いんやと思いますよ。やし、当たり前ですけど、この後、この馬ってジャパンカップと有馬記念出るっても言ってるんですよ。うん、で、秋に参戦はす、もう使うこと自体が今もうほとんどレアじゃないです、はい、けど、やっぱり、あか、のー。 私はあのー、故障した後にいきなり G1 っていうのはやっぱり不安があると思うんですよね。なので、ここ使ってくると思うんですけど、この後のジャパンカップと有馬記念で、ことも賞金5億円ですよ、1着、どっちも。なので、すごその5億、もちろん5億狙ってくるに決まってますから、私はここは、まあ、の条件はめっちゃ合ってるけど、あのー、やっぱりその故障分けっていうのもあって、陣営も、まあ、そろりそろりっていう感じ。るる恐る恐るじゃないと だになっっっててしまううんじゃなないいかなっていうのはちょっと思るほど。やっぱいっぱい乗ったとき、ま,いまあ、まあ、あの、一周前に早い時計出てるけど、いっぱい乗ったのが一歩もないっていうのはね、ちょっとね、気になるじゃないですか。確かに。こんなね、うん、結構、珍しいというか、70秒台ば、うん、あんまり意味ない気がしますけど。うんうん、だいぶね、おそろそろなんかやってまね、うん。だいぶちょっとそんな感じはしますね。そろっとって感じしますね、かなり。はい で、ジェネリーナですけどね、やっぱその前奏ね、2200に距離が伸びた瞬間に、こんだけ強い相手でもこんだけ走れんねんって分かもう、ねわ、分かりやすい馬ですよね。確かに 2000, 2000が短すぎても、も長い距離じゃないとあかん。だからこそ私は春の段階でも天皇賞、春出ろって言ったじゃないですか。確か,に確かに。ね大阪杯とか出てて、6着とねで、クイーン・エリザベス66ですよ。それやったら、なんで天皇賞使わへんかって話ですよ。うん、もったいない、うまいなと思いますけどね。 あのー、まあ二千二百っていうのは合ってますこの周りはね。はい。それこそこれもねどういう まあ、多分エリザベス上海に行くんやると思いますけどね。やっぱ、社代の、その、やっぱサンデーレーシングからねそうエリザ、エリザベス上海じゃないでしゃーないですけどね。向けてって書いてあります。うん、エリザベス上海にまあ、そうなりますね。うん、まあ2、2、2、2ですからね、普通に合ってるローテーションかなというふうに思います。うん、まあ、あの、この言ってもの、野芝だけの状態で、あの、時計が早くなりすぎるのとかがどうかっていう不安はちょっとだけあるんで、このまま、このま道ある校舎やから、もし雨が降るようやったら、さらにプラス、それはプラス代に働く。まあ、タイトルホルダーも雨はプラスに働きますけど、 まあ、タイトルホルダーの場合は、ちょっとやっぱり状態面の方が気になりますよね。そうですね、うん。ジェラリーダーは、まあ、雨降ったら、もうそれだけいいと思いますね。はい、で、やっぱりローシャウ・パークですよね。ね<ー>もう前走の函館記念とかは全く力が違うなっていう勝ち方でしたし、うん、このまあね、なんとね、セントライト記念で、外、あ、野、のー、アホース0.5秒差3着と、この舞台経験しとるんですよね。ね<ー>で、その当時よりも今のが強いと思いますし。 で、この馬も雨は大歓迎ですよね。やっぱ、<ー>あのー、その、2層前のね、あの紫賞で上がり33秒3を使ったのは、ちょっと驚きではありましたけど、やっぱ重い芝ののが私は合ってると思うんですよね。うん、なので、雨降ったら、やっぱいいと思いますけどね。3層は距離不足みたいな感じで取ればいいんですかといううん、そう思いますね。うん、うん。まあ、あんまりひどい道あるなりすぎるのもどうかと思いますか。 ままあ、まあうん、うん、重い島の方がいいので、ちょっと降った方がいいと思います,いいいますね、うんうん。まあでも2層前の内容見たら、量でも全然問題ない。まあそういう意味では、あのタイトルホルダーとか、そのジェラまあ、タイトルホルダーでもね、もう高さ記念ですごい時計で買ってるから、持続力であれば何本でも時計は早くなるほど大丈夫なんですけど、ジェナルディーナはやっぱり雨降ってほしいんで、そのタイっていうことを考えれば、量でもいいかなというふうには思いますけどもね。相そうですね。 あとそうですね、ウィン・マリンかな、あの前奏ね、札幌記念は大き,あの大きく崩れてしまいましたけど、やっぱあれはあの雨の影響大きかったと思いますね。はい、それを考えたら、まあ、コロンでもねあの、エリザベス上杯で、ミチュアルで2着着てるから、雨も多少はこなすんですけど、前奏はまあ、休み明けっていうのもあんのかな。うん、いい頃に比べると、体調面が一息という感じやったって書いてますね。本な,なら、まあ、ミチュアルよりも 状態面かなっていうふうに思いますがまあこのままやっぱ香港バーズは結構強かったですからねはい今、うん、これ2年前の勝中馬ですそうですね,ね、うん、中山4勝ですからね、うん、この舞台は完全に合ってますから、うんまあ、あとはやっぱりその5 7キロっていうのはメスで5 7キロですからね重いですね、あのー、これオスの,の5 9キロ関西やからまあ言ったら一応重い一番重い金魚を背負うっていうことになりますから、はい、ちょっとそこは不利ではありますけど、はい、まあ前走をひとたたきして前走 いいまあ、言った前走、強かったですよね、はい、まあ前走メンバーレベルは確かに低かったですけど、でも58キロの範でせよっていうのは、あの勝ち方ってやっぱ強かったと思います。で、去年ね、あ去年じゃないです今年の春かあの春か、冬に AJCC でこの舞台0.1秒差2着してますから、2200も持つってことを示してますね。で、その時よりもね、前走の勝ち方見たら勢いがありますからね。はい うん,うんと思いますで、その AJCC の勝ち馬がノースブリッジ、うん、今回出てくるんですけど、ノースブリッジね、うんあの AJCC の勝ち方見たら、大阪杯でもはやれるんじゃないかなと思いましたけど、ちょっと残念ながらあの内容見たら、まだ G1 ではちょっと壁があったんかなっていうふうには思います。で、ものすごい大事に使われてますよね。確かにそこから何も使ってないわけですから、うん、今回は初めてしっかりと休ませたと書いてます。まあ あれですね、あの、仕上がりもいいし、あの、まあまあ、調教師強気なこあまあまあ、もともと、まあまあ、強気なことを言う調教師ではありますけども、でもまあまあ、しっかりとここに向けてのスタンプができてるっていうコメントは出てますよね。うん。これ、展開どうなてます。あ、まあ、もちろんタイトルホルダーがいきます。まあ、でも、タイトルホルダーは短期っぽい、あんまりいないですよ、先行場。うん。ノースブリッジ、マリア・エレーナ、ウィン・マリリン、そのあたり、待って、そのあたりかな。あんまりか。うー、なるほどね。 まあ割とすんなりした展開になるんじゃないかなとは思います。はあ、ととコメント読みたりですけど、ガイオホースが、ガイオホースね、そうそうね、ガイオホース、まああのー、この舞台でね、セントライト記念って、アスク・ビクター・もは倒してるわけですから、で先ほども言った、えー、ローシャム・パーク、ね、アスク・ビクター・もは2着で、3着がローシャム・パークやから、そうそう、ね、たるメンバーは相手に倒してきてますけど、まあでもやっぱこの金、ね、層の私は、この2層のマイルの内容の優秀さを見ると、 今2200に戻すのはなん,でそのなんでここを使ってきたのかは私はよくわからん。次、天皇賞やからみたいな感じですかねいや。いや、いや思うんですけど、それやったら2000でえ,えんちゃうと思うとか毎日王冠とかでも。あ、まあ、あそうか。毎日王冠1008やから、やっぱ2000以上の距離をどうなんか見たいんかな。うん、で、実際過去に実績のある条件を使ってどうなんか見たいんかもしれないです、ね。うん、ここでもし、めっちゃ負けたらもう天皇賞でへんのかな。まあ、天皇賞めちゃくちゃ相手ですもんね。イクイノックスはずに、ね。めっちゃくちや, <laughs> やばい、やばいやばい。やばい <laughs> うん、いや、まあ、それやったらもう、マイルの方に行ってもな、まあ、マイルも強いですけどもね、マイルも、マイルの方がなんか立ちはなんか立ち向かえそうな感じはしますよね。まあ、でもマイルも、まあ、そんぐらいはおらんけど、シュネルマイスターとね、セリフォースがおるから、まあ、強いのは強いけど、でもまあ、中距離のはとんでもないですから、ね。まあ、イクイノックスとやるよりはいい。まあまあ、間違いないです。シュネルマイスターとやる方がっさそうな気がします、うん。まあまあ、間違いない。それやったら天皇賞を秋にぶっつけて出て、 えっと中1週か中2週ぐらいでマイルチャンピオンシップ出たらね、ねその方がいいと思う、うんあまあでもここを、ここを使ってでも天皇賞出るってことは、マイルチャンピオンシップは出れないですからね。うん、まあ、参戦、ちょっときついと思う、うん、まあまあ。うん、やっぱあれだから、ね、ここにその内容悪くないけど、戦六よりも2千というふうに陣営が思う、ちょっとやっぱりね、道中の位置取りが忙しいじゃないですか。まあ確かになので、そこで2千って考えてるかもしれない。<で>まあその考え方には、まあ、賛同は できます、うんうん、まあ確かにあの実際セントライド記念で相当強いメンバー相手に倒してますからあの全然問題ないと思いますし。うんうん、あのー、うん むしろこれぐらいの人気しかないっていうんであれば、まあ、関西スタッフの印は厚いな、やっぱな。そうですね。やっぱ軽い芝でちょっと時計勝負だなら。うん、いいや軽い芝時計勝負合ってますからね。ねちょっと見たい気はしますが。難しい。就者、就者難しいですね、ちょっと。うんあとコメント欄。そうそう。私も摩天楼連合が結構気になるんですけど、コメントだと。これね、そう、あのー、まあ、これも、まあ、そのさ、前その札幌記念っていうのはまあ結,果結果論ですけど、道あれやと思うんですよね。それも言でいいと思うんですよね。うん、2000メートルをずっと中心に使われてますけども、 前層あ2層前で天皇賞、秋でも、あ春でも悪くない結果残しましたし、まあ、あと実際ね、4層前、阪神2200という舞台、京都、ね、記念でね、ドーデュースには子供扱いされましたけども、2着してますから、うん、2200という距離もいいですよね。うん、これ、あんまり人気なさすぎると思いますけどね。ねこれ、ここはちょっと、ま、ん前走が負けすぎやからやと思いますけど、そのダメージがなければですけどね、ダメージとかなら動い。 全然大丈夫ですね。そう、うん、ダメージなし、うん、動き良し。まあまあこの人気あったらと思いますね、うん。コメント欄、まあ確かにマリアレーナもいるんですよね。ああ<ー>、二百がどうかとですよねそで、うん。そう。あと前走その五十六点五というハンデっていうことをやっぱジョッキーコメントしてたんで、そういった意味ではメンバー強くなるけど五十五キロで出走できるっていうのはやっぱりいいと思う。なるほど。うん。うん 問題はやっぱそうですね。一春の延長2200という距離。まあ、買ってるけど、これはだいぶ下級条件でしょ。たぶん。新潟2歳。あ、新潟のあれか。新潟ン馬。新潟2歳、新潟うんごめんなさい。新潟ン馬ですよね。まあでもこれも50、そうか。新潟ン馬買ってるけど、51キロの軽量なんですよね。やっぱちょっと。 確かにそうです、ね。その2200やっぱこなすのかどうかっていうのが一番のポイントだと思いますね。ただまあ、うん、今の良好な、まあ、雨降らんかったらですけど、良好なババベルは向いてますし、その金量源を考えたら、前走だって小倉記念で一番、エキトとかもおる中での一番人気やったのが、うん、ここまでつるつるなるっていうのは、ちょっと人気面では注目する価値はあるんじゃないかなとは思います、ねすね、これも軽い芝ならち、ね、うん、ちょっと、ちょっと、ですね、すうん、そうですね、以上かな。 そんなとこですかね。なんかまあ、難しそうだなこれ、はい。ということで、えー、たくさんお話いただきました。以上月曜日段階でのオールカマーの馬キャラチェック中小展望でした。